どうも、映画トークチャンネル余計なお世話でーす。ありがとうねー。早いですよ。フライングありがとうのやめてくださいよ。はい。ありました。みんなありがとうね。はい。このチャンネルは映画にまつわる余計な話を好き勝手気ままにしていこうというチャンネルとなっております。今回も高橋よしきさんにゲストに来ていただいてまーす。よろしくお願いいたします。さあ、ということで今回も、映画、シリーズ映画入門編ということで、はい、今回はスターウォーズの上級編ということでございます。上級編厳しそうですね。厳しそうですね。ここはまた長くなりそうな。わかんないとか言うよ。まあさっきもわかんないっすって言ってましたもんね。わかんないやつ。いや、いいんですよ、それで、はい。変に知ったかぶって変な情報をね、誤、情報言ってもしょうがないですから。はい。はい、よろしくお願いします、はい。よろしくお願いします。さあ、まず最初に。はい、まあこれ、まさに今、ドラマやってるからなんでしょう。うん、マンダロリアンって何ですか、うん、ボーフェットと何が違うんでしょうか。マンダロリアンというのは、はい、マンダロリア制を中心とした文化圏の人たちのことで、はい、で、みんなああいう感じのなんかお面かぶったり、はい、まあいろいろしてマンダロア制の歴史っていうのもちょっといろいろあって、はい、で、その、まあマンダロア制のそのメインのカルチャー作ってる方と、はい、それからそのすごい、狂信的カルトみたいな、はいはいはい、一団がいたりとか、いろいろあるんですけども、はいはいまあそういうのがマンダロリ、そういう人たちを総称してマンダロリアンって言うんですね。はい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 、でボバフェットは、はい、ジャンゴフェットという賞金稼ぎのクローンなので、うんうんはい、まあのクローンなんですよ。はいはい、でまあその他のクローンと違くて、まあ、クローントルーパーと違くて、うん、まあ普通の速度で成長するようになっている、ねはい、まあクローンで、はい、まあだからまあジャンゴの言ってみれば息子だけども、うん、まあでもクローンですね。うんうんうん、でジャンゴフェットは、うん、ジャンゴフェットでじゃあ何なのかというと、うん、マンダロリアンだという話もあったりなかったりで、はい、でマンダロア製の人々というか、はい、その中心部は、うん、ジャンゴフェットと関わりがあった時に、うん、あれはマンダロリアンじゃないと認めてないんですね。はいはい、でジャンゴは自分はマンダロ、はいあれだって言ったことは多分あるんだと思うんですけど、どっかのタイミングで、うんうんうん、ただまあそうと本家からは認められてない公式ではないとないし、はいはい、でまあちょっとその出自っていうか、うん、本当はどうなのっていうのもちょっとぼんやりしてて、うん、確定してないので、うん、でただまあそのマンダロアのアーマーを身につけてることは間違いなくて、うんはい、でそれをまあボーフェットも引き継いでいるということなんですけども、だからそこに関して言うと、だからボーフェットはだからそもそもマンダロア文化圏で育ってもいないので、うんマンダロリアンではないと言えると思いますけども、うん、お父さんに関しては相当グレーで多分違うんじゃないかみたいな感じなのかな、ね、なんとジャンゴに関しては何とも言えない感じになってますよね。ちょっとぼんやりしてる、うんまあ、これからやるか分かりませんけどねその辺はね、うん、はいありがとうございます、はい、さあそしてルーカスはなぜ5と6を監督せず4、1、2、3は監督したんですか。あ確かに、はい、ですねまあかまあその4と、はいまあ、すごくこれは、はいまあ一番簡単な説明すると、はい、4と1、2、3の時は、うん、その作ろうとしてる映画と、うんその時使おうとしてる技術の両方に精通してて、うん、取りまとめることができる人がルーカス以外にいなかったからですね。はあ、はあ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 、なるほど、うん、で5と6の時は、はい、4の方法論があるから使えて、はい、でまあそれでできたんですけども、うん、1、2、3の時は、うん、またさらに全然違う新しい CGI のテクノロジーになってきて、でそれを使って何をどうするかっていう、うん、その今の、はい、例えばマーベルとかがやってる映画作りの、うん、手法のほとんどっていうのはその1、2、3の時に確立されたんですけども、うん、その時にそれを全部分かってたのはルーカスしかいなかったから他の人に任せられないんですよ。なるほど、そういうことか、うん、はいはい、だからあの時はしょうがないんで、うん、でルーカスは割とあんまりそんなに監督自分でやりたくないっていうか、うんうん、自分でやりたいのはもっと違う種類の映画だったりする人なんですよ。そうですよね、はい、でもその時は1、2、3を取った理由は、うん、自分で監督した理由は、うんうんうん、それがすごく一番でかいと思う。勝手が分かってる人がいねえということですよね。だから部分の技術は分かってる人が全部分かってて、はい、包括して、うん、でそれでそれを映画の形に落とし込むところまで持っていける人が多分他にいなかったですね、うん、だってもうメイキングとか見るとあれですけど全部ブルーバックで、うん、ブルーのものに喋りかけてくださいみたいな、うん、で役者さんも戸惑っちゃうみたいな、うん、その時はまあだそもそも今もう全然それは当たり前だけど、うん、当時は どうすればいいんだろうみたいなことが多かったっていう、うんことになるんですね。うん、だからそのためにプレビズがあって、はい、そういうことやってるんですけども、であとその、まあ、そうやってしかもその細切れに撮ってる上に、うん、その例えばそのエピソード2なんかでも、はい、その別テイクの絵を合成して一つのシーンにしたりしてるわけで、はい、こっちの人とこっちの人は別のテイクなんですよ。でとかそういうこともやってるぐらいで、はいはい、でそのやっぱりその辺
そういう複雑で、はい、その技術と直で結びついてる演出っていうのが多分できる人が他にいなかったね、と思って。これなんかよく言いますけど、ほら、ジュラシックパーク、うん、ルーカスが見て、うん、あ、これ、イジニーさんできるみたいな感じで言ったみたいなのもあるじゃないですか。やっぱそれもこう、ずっとそのデジタル化のこととか、うん、どうやったらこういう表現できるかなっていうのを、うん、多分人に言っても伝わんないレベルで先にずっと考えてたってことですね、ルーカスが、うん、頭の中で。それはある。だってスターウォーズもだってその一作目、はい、なまあエピソード4、はい、できた時に、とにかくそのみんなその、うん、まあ映像に打ちのめされたんですけども、うん、ルーカスは、うん、変えられたことに2割ぐらいしかできてねえなと思ってたんでしょ。で、まあ、2割が正確かどうか、うん、そんぐらいだと思ってたっていう、はいはい、まあ、もっと多かったかもしれないけども、半分以下ではあるぐらいの、まあ、そうそうそう、はいはいはい、そんぐらいしかできてないっていうフラストレーションがあって、うんうんうん、まあ、帝国とジェダイ、また少しずつ押し広げたんだけど、はい、それでも、いや、もっと、うん、こんぐらいの映画見たいなっていう気持ちがあるのに、うん、まあ、今、ここまでしかいけないかみたいなのがすごいあったって。はぁ、すごい、さ、先行きすぎてるところがあるんでしょうね、うん、きっとね。はい、ありがとうございます。はい、さあ、そして、スター・ウォーズは、これ、ざっくり言った質問ですけど、はい、これからどうなりますか？わかんない。わかんないですよね、これはね。わかんない。どうなるかもわかんないし、うん、で、大体、はい、その、だって、ここ1、2年の、はい、ことだって、はい、例えばそのオビアンのテレビシリーズ作って、うん、それがああいう感じになるとか全く予想してなかったし、はい、だし、はい、これから、ま、キャシアンドもどうするのかなとかもあるし、はいはいはい、で今度、ま、マンダロリアンのシーズン3が始まって、うんうん、でそのマンダロリアンのシーズンとかあとアソーカのシーズンもやるでしょ、うん、やりますね。でどういう風にして、うん、落としどころをどこにつけていく、はい、一定の落としどころがどっかに必要なはずなんだけど、はい、 そうですよね、それがあんまり見えない状態でどんどん進めていって、うん、で何がどうなったら、うん、とりあえずどこに区切りができるのかも分かんない状態なので、うん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 、これについてはちょっと今のところはよく分かんないですね。 MC よりだからよく分かんないですよね、うん、言ったら MC は原作が一応あって、うん、なんかカーンがいてとかなってきてるけど、そう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 、だからそこで言うと、はい、かなりといえば、うん、その一つ一つのシリーズがどうこうって話じゃなくて、はい、そのなんか見てると、うん、行き当たりばったりじゃないのこれみたいなところはちょっと思ってて、ね、もちろんいろんなテレビシリーズとかのこう、はい、制作の予定とか出てて、はい、ロゴとか出てますよね、出てたりするけど、うん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 、でそれでどうすんのかっていうグランドデザインがあんまり見えてきてなくて、うっすら見えてるところに関しては、うん、すごく心配をしているというふうに言っておきたいです、はい、大丈夫かなということ、ね、ということですよね、はい、そういうことです、ありがとうございます。ヨーダはなぜあんなに偉いのかっていう質問も来てますね。フォースが超めっちゃ強いから、うん、まあそうですよね、うん、だし、はい、あとそのフォースがめっちゃ強い上に、うんうんうん、人格者なんで、はい、リスペクトされている、うん、普通のことです。しかもいっぱい生きてますもんね。そう、900年来てる、はい、でも100年ぐらいまではさ、バブーだったわけでしょ、はい、だから大して成長速度がね、うん、成長速度だって50歳であれだから、うん、確かにってことを考えると多分ね300歳ぐらいまでは結構まだ子供なんじゃないちょろい感じなのかな、ちょろい感じなのかなという気もしますけどね。そうかそうか、はい、ありがとうございます、はいはい。あ、ディズニー側が売却したルーカス版エピソード、却下したね、あ、却下した、ルーカス版のエピソード7の脚本はどっかで読めますか。読めんのかな、わかんない、ちょっと調べてみます今度。これ脚本まで行ってるんですか、プロット、プロットなのかな、わかんないですけど、うん、ちょっと調べてみます。はい、もしかしたら転がってるかもしれない、転がってるかもしれないけども、はい、ただそれがあったとして、うん、あったとしてもそのどんぐらいの段階のものなのかっていうこともあるし、でそのそれがたとえ決定校だとしても、はい、まあ、それがそのまま映画になるかっていうことも考えると分かんないし、うんうん、どうなのかな、僕はすいません、これ見たこと見てないんで分かんないです、はいはいはい、なんか噂だとあれですよね、細胞レベルの話になるみたいな、まあそうそうそう、感じでしたよね。それは考えてるですよね、はい、あるんじゃないですか、あったら読みたいということでございます。はい、はい、細かいですね。エピソード3でメイス・ウィンドゥがパルパティーンを追い詰めるシーンがありますが、あれはアナキンをダークサイドに落とすためにパルパティーンがわざとやられそうなふりをしてたのでしょうか、うん、それとも本当にやばかったのでしょうか。ありましたね、その、うん、だから窓のガラスとバーンってなるとこ、はいはいはい、僕は普通にうん、あんまりそのふうに考えても見なかったから、はい、普通にやられそうなふりをしてるんだと思ったんですけども、言われてみると、ね、うん、だけでもないような気もするなみたいな本当に追い込まれてた、本当に追い込まれてたまではいかないけども、はい、なって、なんでかって言ったら、はい、だってなんだけど、はい、あそこで、うん、調力フォースライトニングを出したら、うん、はいはいはい、多分、うん、あれほらもう渾身の一撃じゃないですか、はいはい、渾身の一撃ギャーってやったら、うん、顔もあんなになっちゃうわけでしょ、うん、で、うん、それを考えると、うん、
それなかなか出せないなみたいな、はい、でもうやばそうなやつって見た目でバレちゃうから、はいはい、あんな姿になったらね、あそこはだからどうなのかな、はい、それはなんかこうやって、うん、飲み屋とかで話すには面白い題材かも、ちょうどいいですよね、で、うん、そうね、でまあ本当にあれそうだからどういうつもりだったのかな、どういうつもりちょっと考えちゃいますね、確かにどういうつもりだったんだろうなはありますよね、あの時の、まあでもだけど、はい、その最終的にですよ、はい、本当にやられそうっていうか、はい、そのだからパルパティンの気持ちは抜きにして、はい、勝てる勝てない力で言ったら、はい、パルパティンは勝てる力は全然あの時、うん、放置してるわけだから、そうですよね、うん、だからこれで本当に死ぬってことは全然ないと思うし、うんね、あとアナキンに、うん、この人はいじめてもう大変なんやとかいうのはどう見ても嘘だから、はいはい、芝居ですよね、あそこはね、茶番なんで、あそこは明らかにアナキンを引きずり込むための茶番やつでしたよね、そうそうそう、なんかメイス・ウィンデの強さもちょっと謎だなっていうのはありますけど、まあそうね、うん、でもだからでもだけどあそこでだからでもパルパティンとかっていうか、はい、なんだろう、ダークサイドの人ってのは人を見くびるのが得意ですから、はい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 、ちょっと見くびってて思ったよりやばかったって可能性はまああるんじゃないかな、そう思ってみるとちょっと面白いですよ ね、 面白いね、相当必死に転げ回って逃げてますからね、いろいろね大変でした、はい、大変でした、いや当事者みたいな、いでもあそこはだけど俺本当いつも気になるのは、はい、ってさあそこでガチャンとか言って、はい、アイスウィンドウがビリビリしながら、はい、ガラスで一緒に落ちてるじゃないか、はいはい、下歩いてる歩行者とかはさ大丈夫なのかなってすごい心配なんですよ、そうですよね、ジェダイが降ってきたってなるわけです、いやジェダイっていうかもうそのガラスの破片がね、うん、あそうだ確かに、日本沈没みたいな、日本沈没はありますね、あそこ恐ろしいシーンですからね、日本沈没は、そうそう、ああいうのはどうなってんのかなっていうのはいつもね、そういうところいっぱいありますもんね、いっぱいある、いっぱいある、その度に下の人大丈夫かなって思ってるんですよ、はい、そういう楽しい話がね、はい、できるということで、うん、ありがとうございます、はい、さあそしてクローン兵を神の陣に発注したのは、うん、ジェダイのサイフォディアスって何者だったのでしょうか、サイフォディアスね、オビワンが操作していく中で名前が出てましたよね、うん、出てきた、そもそもクローンは、うん、当初はどういう目的で発注されたんですかね、どうですかこれ、これちょっと先調べておけばよかったね多分どっかにちゃんとあるのかなと思いますけど、うん、いやでもどうなのかな、ちょっとこれ調べて返事しないといけないですけども、うん、まあだからそのマスターサイフォディアスがね、はい、どこまで考えてたのかっていうことで、でもまあだからそのジェダイだけで、はい、なんていうのこう収集がつかなくなる事態を見越して、はい、っていうことなのかなっていうふうに僕は思ってましたけど、これもしかして全然違うかもしれないから、はい、すいませんこれちょっと意表をつかれて、いや全然でも確かにと思いましたね、うん、そもそも論というかね、そもそもね、でもなんかクローンウォーズ僕も、うん、実はごめんなさい、にわかで全部見れてるわけじゃないんですけど、はいはい、途中でこうジェダイ側のこうテロが起きるじゃないですか、うんうん、でアソーカが追放されちゃう下り、はいはいはい、うん、でもう終わりの方じゃね、終わりの方なんですよ、はい、超楽しいっすね、うん、でなんか割とそのジェダイ自体が、うん、戦争を引き起こして長引かせてるんじゃないかってこう考えてる派閥があったりとかっていうのにも、うん、ふさわしくという同じくして、うん、なんかそういうこうジェダイ側の中にも過激派じゃないけど、うん、要は武力というものを持って統治しなきゃいけないかも、うん、いざという時にってい う、 こう派閥がこうできていく、この分派していく感じが、この実はこうまあダークサイドのシスト、ジェダイ、正義のジェダイみたいなイメージがあるけど、実はジェダイ側もかなりいろんな思惑がこうぶつかり合う面白さありますよね、多いしね、まあだからそのまあだから例えばね、だからその映画だけ、はいから判断すると、はいはい、だからサイフォディアスは、はい、パルパティンの息がかかってて、はい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 、後を見越したパルパティンが、はいはいはい、何らかの形で仕込ませていたっていうふうに見えないこともないけども、ないですよね、うん、しかし全然違くて、うん、あったのを後からパルパティンが利用したっていうふうに言うこともできるしで、うん、後乗りでね、後乗りでね、だからすみません、これは多分ちゃんとウィキペディアとかで調べる方が出てくるかると思うんで、すみません適当なこと言ってるだけでした、後ほどじゃあ調べてテロップでね、うん、もしあれば入れておきましょう、考えるとなんかすごい僕、はい、自分のスターウォーズの見方今ちょっと反省しましたね、なんでですか、なんかいつもぼやっと見てすげえなかっこいいななんつって終わっててそもそもとか考えてないから今そう、ね、言われてればそれは考えてみれば疑問がいっぱいあるんじゃんか確かにこう大量にかっこいいもの見せられて、僕らはね、そうそう今日ワーキャー言ってるけど、うん、すごい冷静に見る、小学生とか進歩してないってことは今測るのにバレてしまいます、ね、それぐらい強いパワーを持ってるんですよスターウォーズはね、はい、はい、ありがとうございます、はい、さあそしてこれはないとし最後の質問ですね、
なぜ789はあんなに評価が低いんでしょうか。これ多分若い視点なのかもしれないですけど、どうです改めて。あのね、総括すると、はい、一つは、はい、まあその真面目な話をすると、はい、まあ、キャラクターに一貫性がないということなんですよね。で、例えばキャラクターに一貫性がないんで、はい、そこになんていうのか信じられないというか、だからその例えばフィンはすごく重要なキャラクター出てきたはずなのに、途中からコメディリリーフみたいな役回りをさ、ね、はい、されて、で最終的にすごく影が薄くなっていくと。Q、はい、で何やってたっけ。主役の一人だと思ってたはずなのに、ね、どんどんそうなってしまうとか、うんうんうん、それからレイさんに関しても、はい、どういう人なのか分かんないままどんどん話が進んでいって、うん、なんか異常にいろんなことができるんだけども、はい、よく分からないと、はい、でまあ多分カイロレーンは多分その、うん、アダムドライバーがすごい頑張って、はいはい、説得力を持たせた芝居としての説得力がすごいあるんですけども、うん、ありましたね、うん、で彼も結局何がやりたいどういうことなのかっていうのはよく分かんなくて、だからその多分その456とか、うん、123と、うん、比べて、うん、そのキャラクターのキャラクターアーチって言いますけども、はい、そのキャラクターがどういう風に変わって、はい、どういうところに着地するかっていうラインで見た時に、はい、789は、うん、いかにも、うん、その行き当たりばったり見えるんですね。まさにね、そうですよね。で、うん、でそれでそれをそのだからその意外性を持たせたいのは、はい、気持ちとしては理解できるんですけども、うん、その意外性のために何でもの、うん、何でもひっくり返していいのかって言ったら、うん、そうではないはずだと思うわけですね、うん、展開優先ですもんね、それはね、うん、そうそう、はい、でっていうことがあると思う、はいはい、でそれはそうですね。で7の時は、うん、7はちょっとサービス映画みたいなところがあってありましたね。そうだからオールドファンにアピールしつつ、はい、そのなんだろう、でも7の時はだからその、はい、まあレイさんもそうだし、はい、まあ、カイロレーンはあの時まだちょっと分かんないかもしれないけど、うんうんうん、あとフィン、それからポーダメロンっていう、はい、まあそのポーダメロンもいたわ、なんていうの、はい、このポテンシャルがあって、はい、この先すごく、はい、なんだろう、もしかしたら、はい、いいキャラクターに育つかもしれないっていう、うん、雰囲気ありましたよね、いうことになってて、だからそれも、うん、っていうぐらいの持たせ方で作ってたっていうところが、うん、やっぱり、うん、あの4とかとは違うところで、うん、でもそれ4はそれ1本の中で完結してしてましたよね。すでにその可能性じゃなくて、今そこで見てる彼らが好きだっていう感じがあったんだけども、うん、7はまだかそういう意味で言うとちょっと横編的なところがあったね。振りって感じでしたもんね。振りっていう感じがあったでしょ、はい、でそしたら、はい、まあ、8がそれ全部ひっくり返っちゃったんで、でそれは、はい、でひっくり返しちゃって、はい、で、あれの時本当にその意外性、うん、まあ、主義みたいなことでやってて、うん、でただまあそのなんだっけ、八の監督、ライアン・ジョンソン、ライアン・ジョンソン、はい、そうそう、ライアン・ジョンソン、はい、すみません失礼しました、ライアン・ジョンソン、ライアン・ジョンソンがやりたかったことっていうの、うん、まあ、ライアン・ジョンソンその後だってなんかトリロジー撮らせるみたいな話があって、言ってましたよね、そうそう、はい、でそれだったら、はい、それ撮らして、じゃあライアン・ジョンソンのスターウォーズを見せて、うん、逆に欲しかったですけども、ただ8は7でああいう風に始めたものをそこでひっくり返したっていうことは、僕はちょっと疑問が残って、はい、でやっぱりそのなんだろう、そこでなんだろう、なんていうか、その意外性のために随分なんかキャラクターとかが失われてしまったなっていう感覚があるのと、それから例えばその8はまあそのまあいろいろあるんですけども、例えばそのなんだろうな、なんかパロディのギャグとかが入ってくるんですね。ああ、うん、ありましたね。で、スターウォーズってそれやんないシリーズなんで、うん、でそういうところもなんかすごく見てて居心地が悪いみたいなところが、うん、まあ、そうですね、あったんですよ、うんうんうん、僕はね。で、でそのまあそれとあとはまあ、はい、あとまあ8とかまあ7はまあ7はね途中なあるか、でも8789に総じて言えることは、うん、すごくこれは大事なことなんで、はい、言いますけども。はい、スターウォーズの本質の一つっていうのは、うん、乗り物に乗ってることの面白さっていうのがあるね。ほー、で例えば4だと、はい、4だったらランドスピーダーと X ウィング、はい、で5だったら、うん、まあ、スノースピーダーと、まあ、X ウィングとかファルコンとか、はい、トントンもいるし、トントンもあるでしょ、はいはい、でまあ、まあ、基本的には乗るっていうか、うん、乗り物って言ってもビークルの方ですけども、うん、で、まあ、6になるとそれに加えて、うん、今度スピーダーバイクって、うん、はい、森中でね、うん、そうそう、はい、でエピソード1の時は、はい、ポートレースがあるでしょ、ありましたね、でエピソード2の時は、はい、そのスピーダーで街中ですごいチェイスをするシーンがあった、はい、あったでしょ、ありました、でエピソード3の時はもう、まあ、宇宙で、はい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 、すごい距離で飛び回るわけですよ最初からね、はい、でそれっていうのが、はい、スターウォーズの実は本質的な超楽しいところで、はい、
やっぱりデススターのトレンチのところがすごいのは、あそこに乗って自分が操縦してるような感覚になれるところなんですよ。疑似体験できてますもんね。そ、はい、でそれが789全然ないんですよね。確かに、うん、マジでないですね。そうそう、宇宙船に乗ってたりするようなところがあったとしても、うん、それに乗ってて超楽しいっていうね、フォートレースみたいな興奮っていうのがない。 な、 なんかこうぽいのはあるじゃないですか、急、うん、で馬みたいの乗ってたりとか。まあでも馬乗ってもね、うん、なんかあんまりピンとこなかった感じですよ ね、うん、それね。あれに乗りたいと思わないのですよ、ね、はい、思わないですね、うん、枠だから宇宙船がいっぱい出てきたけど、はいはい、出てきた。それに乗ってだからその例えばエピソード3のオープニングで、はいはい、アナキンとオビアンとこうやって飛んでくるね、はいはいはい、みたいな興奮とはちょっと違うんですよ、うん、ないですよね。でそこが僕は多分789の一番あの弱いところだと思う。これってやっぱりあれですか、ジョージ・ルーカスがもともとレーサーやっててっていう、そういう映像が大好きなんですよね。はい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 、はい、確かにそのそれこそゲームになった時興奮するじゃないですか、うん、ボトレスできたとか、うん、ファルコン乗れたとか、うん、その確かに今ハッとしたの789で確かに乗ってて楽しいだら、まあすごいバカみたいな言い方しますけど、そのワクワク感みたいなのが、うん、そうとかそのスピードに乗ってのだって、うん、あれでこうやって回り込んでみたいなところ見ててワクワクするしますね。でそのまあ、もちろん一番特、まあ、端的ってポートレースとか、はい、あのデススタートレンジとかでもそうだし、うんうんうん、それからその本当にだって思い出してほしいけど、はい、そのスピーダーバイクがどれだけ興奮する場面とか、はいはい、でそれがないっていうのは僕だからすごいでかいんですよ。全く持ってないですね。そうだからライトセーバーとかフォースとかじゃなくて、はい、乗り物の面白いところをもっと見せてほしいなと思うわけ。確かになんかなんとなくですけど、うん、乗り物もうこれ多分もう本当忘れてたというか、うん、あれですけど、やっぱどうしてもスターウォーズでなるとこうライトセーバーを振り回して戦って、うん、でフォースでこう引き寄せて、うん、で弾き返してとかってい う、 こうアクションにどうしてもこう印象はなっちゃうけど、うん、言われてハッとするのはそんなシーンよりもむしろ乗り物の時間の方が長いですもんね、うん、今までのスターウォーズって乗り物の方が楽しい。はあ、そこがないんだ。そこがないだと思うんです。確かにないですね、うん、でも確かにあの8で、うんライアン・ジョンソンぶち壊したじゃないですか、うん、だから僕は当時見てた時に、うん、7がそれこそちょっとオールドファン接待が強かったんで、うん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 、8で壊したから、うん、じゃあ壊したなりの世界この先ちょっと見てみたいなワンちゃんって思ったんですよ、うんうんうん、でも9でなんかまたこうもう書き戻して戻すみたいなのが、うんうん、なんかよくわかんないなって見ててっていうのはやっぱ強かったんで、うんうんやっぱそういうこう一貫してるものが全くないっていうところがでかいところですね。まあ、一貫性がないのと、うん、まあそのだからキャラクターが随分その、うんうんうん、なんだろう追いにくいことに結局なってしまったなっていうのは思うのと、ね、あとやっぱ本当にあの乗り物の楽しさが全然ないと、うん、というところがでかいと思います。わあありがとうございます。なるほど、はい、確かにちょっと考え込みますねこれは、ありがとうございます。はい、ということで皆さんいかがだったでしょうかね。3本に分けてね、はい、動画ありがとうございました。吉木さん、すいません、全然サイフォーディアスのこととか、サイフォーディアス、ちょっとね、いや全然こちらこそすいません、はい、お忙しい中ありがとうございました。ありがとうございました、はい、ということでぜひ皆さんあの動画でもっとこういうとこ聞きたいみたいなのがあればあのまたぜひコメントしていただいて、またそういった時はお呼びさせていただきたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。柔らかにお願いします。こちらこそです。はい、ということで皆さん最後まで見てくれてせーのありがとうね。すごい振りが可愛いですね。はい、高橋由志さんでした。ありがとうございました。さよなら。